人の夢人による夢人のための情報番組、土曜朝の気分はウェウェー、ママセミナです。上上平です。よろしくお願いします。はい、もうね、6月も22日になっておりますね、はい、もうね、半ばも過ぎてもうすぐ月末入ってくるという感じなんですけども、さあ、この6月22日はどんな日なんでしょうか。はい、ママセミナの今日は何の日、カニの日。うわ、来た。はい、カニね、カニね、カニさんでございます。皆さんご存知の、はい、ご存知の、まあ、大阪に住んでるなら絶対知っている、ね、はい、カニ道楽さんが制定した。いや、これもだってさ、あの、大阪に住んでるどころか、みんな知ってるか、みんなだってほら、大阪って言ったらさ、グリコかカニ道楽、確かに確かに、あれをなんかみんな思い出すわけでしょ、あの道東、こっちかこっちか、あの一角しかみんな思い出せない。ちっと、ちっと大阪といえば、大阪の人間ってみんなわかるから、隣やほとんどみたいな話。そんなカニさんですね、はい、日付は、うん、星占いにおいて、カニ座の最初の日が6月22日であることと、50音で、カーが6番目、ニーが22番目に当たることから今日みたいですね。すごない？すごいな、こじつけもいいところやね。もう何番目よう見つけた、逆に。いや、すごいね、逆によく見つけたなと思うんですけども、すごいな。まあ、カニ料理の美味しさを広めることが目的で、うん、この日には食事券のプレゼントキャンペーンなどが行われる、うん、マジか、いかなか、いかなか、もう絶対いかなか想像に行けることないから、いかなか、いかなかということで、名前がね、カニで儲けさせてもらったから、カニで思いっきり道楽をしてみたいみたいな意味で、カニ道楽と命名されたそうです。おもろいね。いや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 、すごいよね。いや、ちなみに知ってる、あのカニ道楽が、あの開発した、あのカニを食べるようなやつ、そうそうそう、こんなんとスプーンになってるやつ、家にある、あれあれあれ、カニ道楽が開発した。すげー、あれ様々やん。いやいやいや、まあまあ、もちろんね、あの、うん、うまい食べ方をね、やる人はいたはんねんけど、うん、あのね、あの爪使ってこうやるとかね、そうそうそう、あのどこや、 この辺はさ、うん、あれあった方が食べやすい、そうそうそう、食べやすいんですよ、うん、そんなところまでね、あの、カニに関して極めてるところですけど、うん、はい、ということで、カニの日です。カニの日ですよ、いかなかも、絶対行こう。そして、はい、ボーリングの日、お、来た、はい、ですね、あの、あれちゃうよね、あの、地中深くこう突き刺すやつ、そっちじゃない、違うよね、ボーリングみたいな、ボールね、ボールこれですよ、ね、はい、はい、この日の英字新聞、うん、はい、ザ・長崎ショッピングリスト&アドバタイザー長崎なんや、ほうほうほうに、うん、長崎出身の外国人、うん、これに居留地、はい、長崎出身の外国人居留地に日本初のボーリング場が開設されたと掲載されたことにちなんだものでございまして、当時のボーリング場はプレーンの合間に軽飲食ができるっていう外国人に人気の社交場でありまして、記念碑も建てられているそうです。これね、日本ボーリング発祥の地ってね、だから、まあ、長崎っていうことに今なってるんですけど、うんうん、確かね、違うところも言ってるんですよ、いろいろ言うやついるのよ、小口が先やで、ね、そう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 、まあ、いろいろ諸説、まあ、あるよね、はい、いや、でも、うん、そうそう、長崎といえばね、もう古くからとか、うん、江戸時代から、あの、外国との窓口というか、うん、まあ、中国と、あの、オランダだけがね、うん、あの認められて、で、寄港することが許されたという場所 で、結構その長崎の町にも、あのオランダ人とか中国人とかが、あの居を構えて住んでたりとかしたこともあるんでね、うんうん、だから、あの割とね、そのオランダ人が、あのなんか持ち込んだやつが長崎で使われて、それが長崎発祥みたいな形になってるものもたくさんあるんですよ。なるほど、はい、ちなみによ、うん、この日はね、はい、割引サービスを行っているボーリング場もあるそうなので、大変やな、カニ食べてボーリングして、マジか、忙しいな、割引多いなちょっと式野郎行かなかった何
なんかね、はい、トートバッグプレゼントされる場所とか、やっぱなんかそのボーリングをやっぱ盛り上げよう、はい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 、知ってもらおうみたいなんで、そのプレゼントキャンペーンとか、うん、ちなみにボーリングはどれぐらいな感じ？88ぐらいちゃうマジか88ね、なかなか出されへんですよ。いやでも、うん、あんまりする機会ない。ああ、まあ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 。それこそ学生の頃とかって、なんかもうカラオケ行くかボウリング行くか、なんかもうビクドンで喋るかしか選択肢なかったぐらい。はい、はいはいはい。だから、うん、その時はよ行ってたけど、うんうん、なんやそれでもなんか、やってる時間が楽しいみたいなんで。まあ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 。100超えたらガッツポーズぐらいの。でこの久しぶりに行きました。クリスマスぐらいやったかな、うん、クリスマスにはねえけど、もう半年以上前、そうこの前ってそれぐらいやけど、家族で行って、はいはいはい、それを3ゲーム目ぐらいにやっと100個。なるほど。87、8、95、それ翌日なんかこの辺めっちゃ食ってるとかやるの、まあ、まあ大体あのそっちよりこの辺が来る。ああ、そっちに来るか、うん、腕よりもこっちに来まして楽しいよね。いや楽しい。どんな感じですか。俺はだいたいどれぐらいかな、調子悪くて150、160ぐらいで、お調子よかったら200から、まあ、300は行ったことないから。じゃあ今度300目指そう。そう、あの勢いがあるとね、ピネって行きやすいから、うん、私は7ポンドで行くんだよ。俺どこに行ったの、10何ポンドで行った。7かっこいいから、へーって言ってもいつもこの辺に残るんです、はいはい、そんなボーリングを楽しんでます。はい。そしてもう一つ、お大事な日があるんですよ。え、何赤ちゃんが生まれた日。おお、ん、ん誰のまあまあまあ、あの、うん、はいはい、ここの上でね、はい、あの月1企画を担当されている、はい、フィリピンパブジョンの社会学の原作者、はい、中島幸翔さんいらっしゃいます。はいはいはい、俺ありますよ、はいはい、3人目のお子様が生まれました。やったー、おめでとうございます。おめでとうございます。いや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 、はい、今収録日、はい、収録日ベースなんです。そう、なんとしか当日です。そうです、今日生まれたばっかり。そう、この収録の前に生まれましたっていう写真がやってきたというね。めちゃくちゃ。いやただね、うん、衝撃的な言葉が、はいはい、あの情報が入ってて、はい、何でしょう。3人目なんですけど、うん、3人目にしてやっとあのいいイクメンになりますって言ってどういうことですかって言ってそうそうそう、1人目2人目には懐かれてないと。そうそうそう、あのもう奥さんに任せてきてもうあの全然お父さん懐かれてないらしくて、おむつ変えたことないんちゃうかレベルらしいんで。いや、そうらしい、そうらしい、ほんまにあのおむつ数回しか変えたことないらしいんで、なので、おむつを変えたからわからないでも3人目は1日1回は絶対変えてもらおうと思って圧かけときましたじゃあ、元ね、元保育士なんで、はい、あの絶対変えましょうって言ったら言葉が重いって感じでびっくりマークついてたいやいやいや、まあでもね、はい、まあ懐いてない言いつつきと、いや大丈夫、ね、パパって分かってるんですけど ね、あのもうパパがね、可愛がってくれたらもうそれは本当は嬉しいです。うん、一番嬉しいことやからね、はいはい、そんな素敵な日でございます。はい、ということで多分ですね、次回の中島幸翔の今月の、うん、研究発表は、ね、ほぼ間違いなく3人目の子供が生まれてどんな変化があったかという話だと思う。パパの心にどんな変化があったか、パパ何回ぐらい思いつかれたか、ね、娘さんたちの相手めっちゃして大変みたいな。いいですね、それめっちゃ遊んでる動画欲しいな、はい、7月6日楽しみにしててください。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございました。いということで、ではいきますよ、シネマどんぶりということでですね、はい、シネマどんぶり今回はですね、インタビュー、させていただきました、映画、うん、アディクトを待ちながらという、作品なんですけれども、この、中村監督に、インタビューさせていただいたんですけど、もうめっちゃテンション高いのそうなんや、めっちゃテンション高い、うん、あのアディクトってね、みんなね多分知らないと思うんですけど、うん、あのいわゆる依存症の人という意味なんですよね、うん、だから、まあ、タバコもそうだし、お酒もそう、ギャンブルとか、まあ、麻薬もあれば買い物依存症とかいろいろありますよね、うん、まあ、俺なんかもほんますっかりのスマホ動画の依存症やったりする、ね、そういう、まあ、依存症と言われる人たちの集まりがあって、そこで起こった出来事を描いている作品なんですが、これがですね、いろいろ仕掛けがありましてですね、この仕掛けについて中村
監督にお聞きしておりますので、ぜひお聞きいただきたいんですが、普通ほらなんかこの依存症の話とかってさ、なんかちょっと暗いんかなと思うやん、監督もなんか重々しくなんか花澤のめっちゃテンション高いそのテンション高いよみたいなね、テンション高って思わず俺言っちゃった言っちゃった、はい、というインタビューをご覧いただきたいと思います、はい、はい、ということでご覧ください、シネマダウンタイム。アディクトって依存症のことじゃなかった？病気の人たちっていうことですよね。誘惑に弱い人たちってことじゃん。気持ちいいからやめられないでしょ。アディクトゴスペルの会リカバリー、私たちは依存症患者で構成されたゴスペルグループです。緊張すぎてお酒飲めてる。私もケーキ漬けに打ちに行こうかな、ね、コンサートの後告白する計画らしいっすよ。アディクトゴスペルコンサートっていうのをやるんですけど。速報です。歌手の大和涼容疑者が覚醒剤と大麻を所持していたとして現行犯で逮捕されました。大和さん来ないってどういうことですか？いいよね、芸能人は逮捕されてもさ、こうやって復活できるんだからさ。もう自分じゃどうにもできないわよ。やめたい。助けて。寂しくって苦しくって未来には絶望しかなくって死ぬことばっかり考えてた。あなたたち人生で一回も間違ったことないんですか？そんなことないですよね。それでは今日はですね、映画、アディクトを待ちながらの監督でいらっしゃいます中村沙耶香監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、めっちゃ明るいんですけど、まずですね、はい、この作品についてどういう作品なのか簡単にご説明お願いします。はい、これはですね、あるその一人の、元大物ミュージシャン、たくさんのヒットを飛ばした大物ミュージシャンが3年前に薬物で逮捕された後、ずっとこう沈黙してたんですけれども、それがとある地域の小さいゴスペルのコンサートで復活するみたいな話が出てきます。で、そのゴスペルグループの人たちがその当日彼を待ってるんですけれども、彼がなかなかやってこない、なんでやってこないんだろうっていうことをめぐって、そこにいる人々が、いろんな感情がこう交差していく、そういった群像劇になっています。本当にいろんな方がそのゴスペルを、ね、歌うために集まってらっしゃる、アディクトの方という言い方をされるんですかね、の方が、いろんな方がいらっしゃるんですけど、まずこのね、アディクトって言葉があんまりまだそんなに世間に広まってないかなという気がするので、ちょっと簡単にこちらもご説明いただいていいですか？アディクトっていうのは、日本語に訳すと依存症者っていうことですね。いろんな、ギャンブル、買い物とか、お酒、ドラッグ、ね、いろんな、今だったらゲームとかインターネットとかありますけど、それをに依存してしまう依存症者のことをアディクトと言います。で、今回の映画ではそのいろいろなアディクトが一つのゴスペルグループを作って活動している、そういう設定です。世間的に言うとね、今まさにドジャースのね、はいね、通訳やってた人がっていうお話がものすごく話題になっていて、でしかも、ついこの間ね、裁判になっていたということがあるので、ものすごくタイミングがいいというか、すごいタイミングやってる、ね、はい、だからどういう状況なのかっていうのが多分あんまり知られてないというか、なんか犯罪者みたいな扱いをどうしてもされてるんで、その辺がこの作品見るとすごくいろんなことが分かってくるんじゃないかなというふうに思うんですけども、これちなみにどういう経緯で監督は作られた感じになるんですか？これ、もともとはそのギャンブル依存症問題を考える会っていう公益社団法人があって、そこの田中代表が、日本ではあまり依存症者に対する正しい対応の仕方とか、依存症そのものに対する知識がすごく低くて、みんな困ってる方がとても多い、あと相談する機関どうすればいいかわからないって方もとても多いので、
そういうことをどうしたらいいかっていうことを広めるためのドラマをまず作ってほしいって話が4年前にあって、まあ私もじゃあそれに協力しようっていうことで、4年前からいくつかドラマを2人で作ってきまして、で、その後、まあ、たまたまこれはまた別で、私がお芝居、俳優さんたちのためにね、お芝居のワークショップをやってくれって、あるところが依頼されたんです。で、その時に、まあ、私がまあ短編映画を撮ってプロの現場を体感してもらう、それとあと、ね、役を生きるっていう私のまあ映画のテーマでもあるんですけど、そういう俳優を育てるためのまあやり方っていうかを、そのな短編映画を撮りながらまあ習っていくというか、そういうワークショップをね、まあ、好きな題材でやっていいですよって言われたので、私が本を書いたんです、短編の、はい、でそれがこのアディクトを待ちながらの元になったその話を書いて、いたら、まあ、それをまあ見ていただいたそのまた田中代表が、まあ、これは素晴らしいので長編にね、もうちょっと書き加えて長編にしてくださいということで追加の予算を出していただいて、でこうやって映画になったと、そういう感じです。なるほど、なるほど。だからあれなんですよね、うん、まあ、まあその2つの流れがこう書き加わった。で、結構この作品の中にはワークショップに参加された方とかも出てらっしゃるという感じ。そうです、すごく多いです。34人ぐらいかな、うん、いらっしゃって、はい、だから最初にまず34人にちゃんと芝居場がある本を書くっていうのが私のテーマで、うん、で、まあ、群像劇にしたっていうのもあるんですけど、はい、その役を、そのちゃんと見せ場がある役をするためにどういうふうにあなたはこの役を組み立てるかってことが、まあ、ワークショップの一つね、はい、あれにもなるので、まず34人分の役をじゃ考えてセリフを、まあの中で世界をこう作っていくっていうんですかね、はい、そういう感じでシナリオを作りました。まあまあまあ、でも確かにね、そのまあアディクトっていうことになるといろんな方がいらっしゃるし、 いろんなその種類があるわけじゃないですか、それこそギャンブルもあれば買い物もあれば、うん、薬物もあればということで、いろんなパターンが考えられるんで、それぞれのパターンの中に当てはめるだけでも何人かの人が必要になってくるって話になりますから。そうですね、また家族の物語でもあるんですよ、うんうん、やっぱり。なので、まあ、アディクトを待ちながらっていうことは、うん、アディクトと、そしてアディクトを待つ人の話なんです。だからそういうことを、こ、まあ、描いて、ね、見てすごい多分皆さんが気づくのは、うん、まあ、ともすれば孤独になりがちなその依存症の方っていうのがいらっしゃって、はい、でも、うん、その孤独になった人が孤独じゃないんだっていうことを、うん、どうやって知ってもらうかみたいなところがすごく散りばめられてるというか、その家族とのその絆をどうやって取り戻していくのかみたいなところも含めていろいろと描かれている作品になっているので、うん、まあ僕はそのまんまと実は中村監督にしてやられて、僕はラストシーンで泣いているんですけども、クレマックスに、はい、ありがとうございます。もうやられたなと思いました、はい、うん、はい、でやられたなっていうのが何かというとですね、仕掛けがあるんですよね、これね、これ実はこの、あ、そうなんです、多分日本映画で初めての仕掛けではと思うんですけども、はい、まあ私が今までやってきた映画以外のキャリアを、はい、まあ、ちょっと活かせる、はい、はい、感じで映画を作ってみたいっていう思いが最初からあって、はい、ちょっとその仕掛けをね、まあ、はい、クライマックスまたラストにかけてちょっと入れてみたんですけど、はい、ちょっとそれ分かる方いるかな、何も言わない。いや、ね、もう本当ね、僕ね、いや、やられましたね、やられました、本当に。見てる方もやられる、本当に。で、まさにその、まあ、ワークショップでね鍛えられた役者さんたちもすごい演技をしてらっしゃって、もう本当にそこ引き込まれるんですけども、これ監督あれですよね、関西の時に舞台挨拶来られるんですよね。はい、参ります、はい、多分初日かなと思ってるんですけど、はい、はいはい、参ります。 でしたらもうぜひですね、その舞台挨拶の時に答え合わせしてほしいんですよ。あ、わかりましたね。だから、はい、そのクライマックスでさてどんな仕掛けがされてたのか、うん、でこれ今見てらっしゃる方で、舞台挨拶行った方は、ぜひ手を挙げていただいて答え合わせをしていただきたい。そう、分かったしてますかって聞きますね、私。はい、はい、お願いします、はい、ぜひぜひぜひ答えに来てください、はい。
もうこれ番組見てらっしゃる方、あのごめん、あの大して人数おれへんかもしれんけど、できるだけみんなで行こうぜあの大阪やったら第7芸術劇場だし、京都ならアップリンク京都なんで、あのぜひですね、舞台挨拶のある方へ、押しかけてですね、みんなで監督に分かりましたって分かった人は手挙げていただいてですね、ぜひ答えていただきたいなと思うんですけど、いやもうこれね、分かったらすごいと思う分かったらすごい、ね、僕らそれ前提で見てるので、うん、それが当たり前だと思って見てるので、うん、ふーんって感じなんですけど、うん、もう何でしょう、その仕掛けのすごさはね、聞いたらみんなえーって絶対なりますし、ありがとうございます。なんかすごい興奮していただいて、あのセリフがそうだったのみたいなもうこれはねちょっとね、もうぜひ皆さんに体験してほしい、あの俺がやられたからみんなにも体験してほしいという感じでございますが、はい、すいません、いい時間になってきましたので、僕が興奮しているところで監督のお言葉を頂戴したいと思うんですが、最後にあの、はい、皆さんに監督からメッセージをお願いいたします。アディクトを待ちながら、私が4年間にわたって依存症会をいろいろ取材してまいりました。それここで会った人たちとか見た人たち、またはそこに関わる、世間の声だったりとかを本当にトレースするような感じで書き写したシナリオなんです。で、ただでもそれだけだとこうやっぱり退屈な啓発映画には私はしたくないし、私が今までやってきたのはやはりエンターテインメントを作っていくっていうことなので、そこに軸足を置いたエンターテインメントを作ったつもりです。ぜひ見ていただいて、私ね感想をどしどし教えてほしいななんて思っております。ぜひ、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はですね、映画アディクトを待ちながらの、中村沙耶香監督にインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ軽いやろ。びっくりした映画を見てるだけに、うん、あ見たよね、見ました、見たんですけど、はいはい、全然合ってなくてこの辺の題材とだからすいません、監督めっちゃね明るい感じなんやけど、うん、内容としては、まあまあ重たい話、まあ、どっちかっていうとね、タイトルというか、うん、イメージ見て予告編見て、うん、内容見て、うん、めっちゃ重いかって言ったら、うん、そんなこつまっていくほど重くはないけど、題材として重たい目の話やから、すごい監督さん出てきてびっくりしちゃった、うん、明るっ、うん、こうやって手振ってたもん最後にあんな笑顔で、楽しく撮影して、はい、重いねんけどそんなに重くならんように見てもらえるようにっていうような仕掛けがあるってことですよね、うん、そうです、そうです、まあ、この仕掛けがねちょっとね、うん、私聞きましてもうほんまにひっくり返りそうになりました、はい、え、マジですか、そんな、うん、びっくりした、うん、僕ね、役者さんとしての高地昇さんもすごいスキル高いなと思ってて、うんうん、もともとね、いろいろテレビには出てらっしゃって、まあ、でも彼自身もね、薬物問題があって、奥さん取り込まされた上に、芸能界からもね、結構離れてらっしゃったみたいなところがあったんですけど、まあその後、やっぱりその薬物から立ち直るためにも逆に、まあ、もう一つ言えば、その多くのね、同じような人たちのためにも自分頑張る姿を見せたいみたいなところでね、今復活されて、たまになんか出てらっしゃったりとかあるんですけど、この役がねすごいんですよ。とりあえずね、僕ね高地昇というこの役者、まあ大和涼という名前のね、歌手だという人の役なんですけど、この人がヒントです。この人がヒントです。うん、俺も答え言ってるかもね。いやーね、もうあのセリフはちょっとびっくりするし、すごいです。なんかその仕掛けを知った上で、うん、もう一回見たい。いや本当に。もう一回どころじゃないね。何回でも見たくなる。正直言って。まあこの中村沙耶香監督って、ね、うん、恋愛リアリティショーとかのディレクターもされていて、うん、まあ、要はその半分ドキュメンタリーみたいなのを、ね、うん、結構やってんすよね。あ、言っちゃった、うん、
はい、この辺で終わっとこう、はいはい、ということで、まあ、そういういろんな手法をね、あの彼女がもう今回のこの作品の中にバンバンぶち込んで作ってる作品なので、まあ、あのエンターテインメントとして、まあ、彼女は見せたいということで作られたという部分は非常に、すごい当たってるんちゃうかなと思うので、ましてや34人の人が出てくる群像劇ってさ、普通で考えたらどんなんと思うんですけど、でもちゃんとしっかりそれぞれ、そんななんかわっかしゃがしてるというか、ちゃんと歌ってるというかね、思いますので、まあ依存症って思うかもしれないけど、あの作品としてしっかり面白い作品になってますから、ぜひ見ていただきたいですし、中村さんや監督が、来られたら、その舞台挨拶でね、答えをね言ってくれはるそうなので、ぜひぜひ皆さん、あの楽しみにしていっていただきたいですし、何が答えかをですね、分かったって手挙げる人がおったらすごいなと思うんですよ。分かる人はすごいと思う。分かる人はすごいと思うな。そういう見方で見たら、もう本当にひっくり返りますよね。こういう作品になってますから、ぜひ行っていただきたいなと思うんですけども、これが、7月5日から、アプリの今日で、7月6日からが、第7芸術劇場で、公開されます。まあ、舞台挨拶もね、あの来られるという話で、まだちょっとね、日にち確定してないんですけど、まあ、本人はなんか初日に来たいと言ってたので、ひょっとしたら、5日6日あたりに来られるかもしれないんですけれども、ぜひぜひ、舞台挨拶に合わせて行っていただくと、衝撃の答えを聞けると思いますので、はい、ぜひ行ってみてください。ということで、シネマどんぶりでした。さあ、行きますよ。長野市内映画祭企画所、西澤野さん、はい、ということで西澤さんです。はい、はい、ん、何の話をしようかなとりあえず今日はですね、はいはいはい、あの第22回で、うん、あの応募された作品の、うん、まあ、特徴の一つとして、はい、あの尺の問題ですね、うん、をちょっとお話しさせてもらおうかなと思って、うん、まあ、その、うん、まあ、ここにあるのが、はい、20回、21、22回のやつがあるんですけども、はいはい、一番目立つのが、うん、90分以上の作品が倍増したっていうのが、うん、倍倍ですね。倍、はい、20回、21回ではだいたい 6% ぐらいだったんですけど、うんうんうん、22回では 13%、応募総数の 13% が90分以上入ってで、これがまたあの60分から90分のやつを出すと、うん、もう 25%、だからその長編が増えてきてるなっていうのが、まあ、現実的にあるんですよね、はい、まああのね、なんていうのかな、まあ、この間ちょっと日浦君も言ってましたけど、はい、多分劇場公開をかなり意識された映画が増えてきたんじゃないかなという、だから自主映画で作って、うん、いろんな劇場でかけてもらえるためには、うん、まあ、60分以上、まあね、80分ぐらいは欲しいのかな、うん、いうのがあって、それを指揮した作品がすごく取られてきてるのかなって、うん、まあ、僕は勝手に思ってるんですけども、まあ、一つでもね、多分ね、影響があるのが AFF とかですね、うん、あの要は予算が下りるようになった。ああ、そうですね、あの AFF って文化庁がね、はい、映画に対して予算を出すという、はいはいはい、まあ、助成金のやつがあるんですけど、それで撮られた映画がこの、まあ、数年すごくたくさんあるんですよ。で、まあ、AFF2 とかだともう上映回数まで結構縛ってたりとかするので、逆に言うとそれを守るためには映画館でかけるように作ないといけないから、うん、60分以上作るみたいなところがあって、なるほど、ね、だってそれだけで600万出ますからね、最大、うん、なので、まあ、その辺がちょっと影響してるのかなって気がしますけど ね、 そうですね、だって結構 AFF のやつ多いです、うん、だから多分、まあ、予算がね、ついたから取ってるやつが多いっていうのは確かにあるんですね、うん、はいはい、でそれと反対にですね、うん、激変したのが、うん、どれだ、あ、どこ、そうでもないんか、何や以前はね、うん、15分までの作品がすごく多かったんですけど、それがちょっと減って、うん、30分のも減ってるんですよね。
昔は本当30分ぐらいの作品がすごく多かったんですけど、まあその分あの内容も濃かったりしたんですけど、でまあ今尺が伸びたっていうことでより大きなテーマであったりとか、あのもっと分かりやすくっていうか面白くなってきたっていうのもあるとは思うんですけどね。はい、でもあれですけどね、あの正直言ってそのこの間 の22回 の、はい、あの中之島映画祭優秀作品賞、8本のうち7本私一応見させていただいてますけど、あのどれも内容の濃いやつで、そうだから全然30分未満のやつとかでもめちゃめちゃ内容濃いし、あの1時間超える作品に負けてないなと思いましたよね。はい、いやその通りで、はい、これはやっぱり作品がたくさん作られてきたっていうのは当然あるとは思うんですけどね、でやっぱりそれ経験積んだ監督さんたちとか俳優さんたちとかもどん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 あの自主映画の方にも参加してくれるようになって、まあそれで すごく質がどん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 上がっていくっていう感じが、まあ一つ言えるのは、あの多分 それも大きいんですけど、あの制作環境がすごい変わってるんですよね。だからあのまあまあ、だいぶ前からデジタルで撮るようにはなってるけど、あのデジタルの世界も相当進んでて、そのいろんな工程が割愛できるようになってきたみたいなところがあって、あのオートで撮ってもそこそこ綺麗な映像が撮れたりとかみたいなのがあったりするから、あのなんでしょうね、その編集とかもね、あのどんどんそのなんていうの、すごい昔やったらすごい高いソフトやったのが値段めっちゃ下がってるとかね、いろいろあるんですよね。で普通だったらこういう工程を入れようと思ったらお金がすごいかかんねんけど、それが、アプリで終わっちゃうみたいなやつとかも あったりするんで、割とその制作環境が昔に比べてハードル高くなくなってきたっていうのは大きいです、ね、そうですよね、はい、でそれとあの、まあ、今のハードルが下がったということに関してなんですけども、あの若いうちからね、下手したら中学生ぐらいから映画を作り出す人たちも増えてきてるんだと思うんですよ。でそれがやっぱりね、高校大学社会人ってなってどん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 経験積んでいくから、ますます磨きがかかってくるっていうのもあると思いますよね。そうですね、はい、今スマホとかがもが安いから、スマホ1本で撮って編集できるとかになると、いやいやいや、もうだってもうそれで言ったらもう、もうまだ公開されてないか、あれ、あの三池監督 の、あの手塚治虫の原作のやつを、あのなんと iPhone Pro 15 Pro で全部撮ってる、シネマモードで全部撮ってるっていうのもありますからね。そうだから多分撮りやすい環境というか気軽にできるようになったり、ね、iPhone で映画撮れるのよ、めちゃくちゃ綺麗やからね今ね。ね、ほんであの当然ですけど、昔はもう編集室がむちゃむちゃ時間かかりましたから、今もこのパソコンでやれるんですもん、もうそれはものすごく大きいですよね。まあ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 、それはね、あの編集環境は、まあ、デジタルになった段階でだいぶ変わってはいるんですけど、まあ、それもまたさらにどんどん進んでいってるんで、いろんな機器も出てきて、あの編集がより楽になるようなトラックボールがいろいろあったりするんでね。だからまあその辺含めると環境はすごく整っているというのはありますよね、はい、だからどん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 自主映画が面白くなっていくのは間違いないなと、それから、それ、まあ、だからその分だけ要は内容をよく吟味して作らないと、そうですね、分母が増える分競争相手が増えるんですからね。だからそこをしっかりと考えて作った作品こそがやっぱり残ってきている世界になると思うので、はい、作りゃ一応そうですよね。あ、それと忘れちゃいけないのがね、あの22回グランプリを取りました、はい、憧れドールが、はい、今度6月29日、はい、アートファインディング映画祭で上映されることになってまして、はい、6月29日土曜日15時20分から上映されるという、舞台挨拶も来られるというふうに聞いているので、はい、見た人、見てない方、ぜひ見てない方見に行ってくださいませ。面白いですから、はい、もう2時間7分中127分の作品ですから、うん、ちょっと長いですけども、面白いですから、ぜひ見てください。はい、はい、来ましょう皆さん、はい、シアターセブンです。はい、はい、はい、ということでいいですか。はい、はい、ということで中之島映画情報でした。ありがとうございました。さてですね、さてですね、夢人情報ですよ。はい、夢人情報に
40年前から海人やってますっていう人からの情報が来ました。ということで、これちょっとねあのビデオなので、まずこのビデオご覧ください。どうぞ。気分はウェイウェイ。ご覧の皆さんこんにちは。40年前から夢人の無人島浅尾典彦でございます。どうぞよろしくお願いします。私はあのいろんなイベントを企画させていただいてやらせていただいてもうかれこれ40数年ということになっているんですけども、今日はね、一つまた面白いイベントがあるんで、ご紹介したいなと思っております。どんなイベントかって言ったらね、怖いお話を朗読で聞いていただこうというお話でございます。怖いって言ってもカテゴリーいろいろありますけれども、クトゥルフです。クトゥルフ知ってますか？ゲームでおなじみの邪神怪物が出てきて人間を襲いかかるという怖い話なんですけれども、それをねちょっとこう小説でもいろいろ書いていたりするわけなんです。それを朗読で読んでいただこうというのが今回のプレゼントでございました。ちょっと見ていただきましょう。もうずいぶん長くやってるんですよ。タイトルはね、耳で聞くクトゥルフシリーズというので、もう第6弾までやっております。で、今回は第6弾でクトゥルフ地獄のツアー、クトゥルフ vs クトゥルフというふうになっておるわけです。私が小説で書かせていただきました、去年発売させていただいたクトゥルフアンソロジーの中の一冊の一つの話で、泊まり木の女というのがございます。でこれをねプロのナレーターであります竹房敦さん、そして、やはりプロのナレーターであります深田麻さんに読んでいただこうと、こういうお話でございますけれども、この内容が怖い、ね、どう怖いかというと、主人公は神谷渡というね男なんですけれども、この男がたまたま寄ったバー泊まり木というところで、女の人が一人こうワインを飲んでるんです、ね、で、見るとめちゃくちゃ好みね、かっこよくて、ちょっと影があって、で一人孤独そうで、なんか守ってあげたいタイプみたいな感じで、すごくこうね興味があるんですけども、その女の人のところへ寄っていって、ね、一緒に飲みませんかって言ったら、私に関わらない方がいいのよってなこと言うわけですよ。なんで言うかっていうと、実はこの女の人は地獄のループに陥った女だったんです。なんだそりゃ、ね、地獄のループって何かっていうことは、この女の人はすぐに事故とかで死んじゃうんですよ。で事故で死んでしまうと、次の世界にタイムワープする、次元ワープしてしまって他の世界に行っちゃう。ほんの他の世界に行っても結局結構死ぬ瞬間になってるんですね。で、その瞬間また亡くなってしまって、亡くなると次の世界へ行くというね、亡くなっては次の世界、亡くなっては次の世界というね、死に続ける女の人だったんです。つまりは地獄のループということですね。それを知った神谷は、この人を何とかしなきゃいけないと思うんですが、一体どうなるでしょう。さあ興味持ってきた、ね、いいでしょ、ね、このお話をプロの朗読者に読んでいただきます。そしてですね、もう一つ、クトゥルフの世界っていうのは邪神が出てきて人間と絡む、お話しましたけれども、それをイメージで伝えようということでございまして、サウンドコンサートをやります。私の友人のバイオリニストの山本さゆさんっていう方がおられまして、その方がこのクトゥルフの世界、そして先ほど説明しました地獄巡りのループの世界をイメージした音楽を生でバイオリン演奏をしてくれるという、まあ、こういうような企画でございまして、生のバイオリン演奏コンサートと、そして、朗読がセットになったイベント、これが6月の23日に、重曹にありますシアターセブンというイベント会場で上映、そして朗読されることになっております。よかったらぜひ、皆さんね、この不思議な世界を体験しに行きませんか。朗読そして音楽、迫力のある世界が満喫できると思います。よかったらぜひ来てください。クトゥルー vs クトゥルー、耳で聞くクトゥルーシリーズでございます。ぜひよろしくお願いします。無人島浅尾典彦でございました。ありがとう。いや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 、浅尾さんめっちゃおもろいでしょ。びっくりしちゃった。もうね、最後のポーズまで決まってましたね。突っ込んじゃったもん。はい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 、怖い話を、うん、なんかめっちゃ楽しく聞かせてくれるな。今日そんなばっかりですね。そう、まあ、ご自分自身はどう思ってらっしゃるのかわかんないですけど、割と淀川長司さんなんか目指してるのかな、思ったりせんでもないんですけど、それの怖い映画版みたいな感じで喋ったはるなみたいな感じだったんですけど、
いや、あのでもね、浅野さんすごい面白い人なんですけど、その無人島っていうんですよ、あの夢の人の塔みたいでね、無人島っていうんですけど、無人島っていうのを、まあ、40年ぐらい前から活動でされていて、その中で、まあ、ラブクラフト原作の、クトゥルーから始まり、自分でもクトゥルーの小説書いちゃったりとか、映画撮っちゃったりとかね、まあ、いろいろされてますんで、非常に面白い方なんですけど、はい、最近ちょっと仲良くさせていただいて、また何か情報がありましたら、うちに出してくださいねっていうのをお願いしてるところなんですね、はい、ということとですね、ちょっと僕自身にも関わる話なんですけれども、こういうビデオが来てますので、こちらもご覧ください。マテリアルの坂部五郎です。森本愛美です。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、7月に開催されるショートムービーフェスの紹介でやってまいりました。はい、よろしくお願いします。はい、開催日ですね。はい、はい、早速開催日だけお願いします。はい、1月13日土曜日から7月15日月曜日の祝日までとなっております。3日間です。はい、はい、3日間祝日と入れて土日月と、スケジュールになってます。はい、そして内容の方が、旧監督の作品、9名の監督の作品を、上映いたします。はい、1枠で3監督ですね、3人の監督の作品が1枠になります。はい、それが、3枠ございます。そして1枠の料金がですね、はい、税込み1800円となっております。はい、1枠1800円ですけれども、はい、まあ、作品が見れるのはもちろんなんですけれども、作品が見れて、その後にその3監督、そしてまあ関係者ですね、関係者3作品の関係者のトークセッションが上映後になります。はい、そして、特製パンフレット、はい、特製のパンフレットが付いてますので、それがセットで、税込み価格1800円となっております。はい、そして同日ですね、はい、その同じ日に、1枠、2枠、3枠と見られた方は少しですけど割引ございますので、そちらの方もご利用いただければと思います。はい、ということで、7月に開催される、ショートムービーです。ぜひぜひ、ご予約をお待ちしています。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、で、この僕、ショートムービーフェスに、トモルが出てます。トモルが出ていて、その僕の枠のところで、他の3人の監督の、の作品、他の3人じゃない、俺含めて3人の監督の3作品が1話っていう形になっていて、で、中で、これ、ズーム出演なんですけど、俺、だから近くにおるのにズーム出てるんだからそうなんだ、だからもう会場行けないんだよね、本当は行けんねんけど行かれへんという話なんですけど、でその、Zoom で、3人の監督でお題に沿ってなんか喋らなかった話、喋らなかった、そうそうそう、そういうトークの、手法らしいので、監督さん同士の絡みが出る、はい、そう、だから監督同士でそのテーマに合わせて、そういえばこうっすよねみたいな話とかをちょっとすることになってるみたいなので、はい、ジャックしてやる。喋りで俺に勝てる監督なかなかおらんやろ。そうしてへんわ、言うで静かに言われて怒られたよ。もういいです。あ、ひろかの喋りすぎですとか。音声を。そうそうね、主催者できるから。もう今行こう。ずっと喋って。それでズームだけ。なるほど、現地来られたら止められへんから。なるほどな、絵だけうるさいななってるんですね。いや、もうその時はなんかもう思いっきりなんかやったろうと思って、それで映像までオフにされたら意味ないからね。映像から出てきたんちゃいます。お前らちょっと喋らせろ。あ、いや、まあ、おもろいわそれ。はい、という、ショートムービーフェスのお知らせでございました。はい、ムービーズのマテリアル谷町でね、やりますので、ぜひ、7月13日から、3日間ございますので、ぜひ、よろしくお願いしますってことですね。はい、まあ、あとは無人島の方も、明日ですかね、9月23日、の、イベントになりますので、ぜひ、お越しいただきたいと思います。はい、ということで、夢人情報でした。はい、ということで、エンディングでございます。はい、長かった
ね。いやまあまあ、結構ね、あのビデオもありましたからね、うん、はい、という感じになっとるんですけど、登場人物いっぱいやったね。いっぱいでしたね、ほんまにね。珍しく、いやもう中村監督も強烈やったね。もう強烈やったけど、いやもう浅尾さんもまあまあ強烈ですよ。キャラ濃いですね。いやいや、今日はあの怖い話なんです言うてんの、怖い話って言ってた、ね、全然怖くなさそうに喋るのですもんね。いいですね、でもいろんな方で、ね、ぜひ朝尾さんの話聞いてみてほしいなと思うんですけれども、はい、こんな感じでですね、ようやくこういろいろとね、声が上がってきてますんで、ぜひぜひ、我こそはちょっとこの情報入れてよっていうところでね、声かけていただければ、どんどんこういう形で流していきますんで、夢人情報番組ですので、夢人の皆さん、ぜひ情報をお越しください。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。